ちょっと待って、アウルベアがでっかくなってる。でっけでっけ、なんで数ヶ月経ったから。きちゃきちゃきた。あ、動物会話が入ってない。ほうほうって言ってるけど。あ、俺じゃないわ。俺なのか。え、俺か。俺じゃないんじゃない。やったー、撫でれるぞ。動物会話入れよう。撫でなでなで。おお、かわいいな。鳥なのさ、あの顔面見せて。お前半年で成長しすぎだって。確かに。でも犬猫とかの成長の仕方やばいだ。ほう。そんなレベルじゃないぞ。どんだけ食ったんだマインドフレイヤーの死体を。マインドフレイヤーの死体食ってんのかよ。また会えてよかった。最後に会ってから。急に恥ずかしかったやつ。スクラッチ。スクラッチまたなんか加えてる。それお前異物加えてる。スクラッチが何を何を加えてるって。何手に入れたスクラッチ。アストラルプリズムをちょっと俺はアウルベアと話してるってのに。え、ナルトだけじゃない。そっちで進めるのかい。戦うのか。いや、会話できてないと思ってた。スクラッチのボール代わりにくればいいじゃん。俺もいらんし。冒険をしたに違いない。そろそろ飼い主がいるようだ。シャドウハートはどうだ。ん、じゃあ俺がシャドウハート行くか。ここで休め。お前ちょっと待って、一人ずつ聞きたい。そろそろ飼い主がいるようだ。シャドウハートはどうだっていう提案ができる。ちょっと待って、じゃあ一回去るわこっち。ここで休め。お前にはその資格がある。うん、シャドウハートちゃんと一緒に過ごすってのはどう。これ動物飼い入れた方がいいだろうな。うん、ほうほう。彼は家を求めシャドウハートと痛がっている。よかったな。シャドウハート家族いなくなっちゃったから。そうなの。あ、終わった。動物会話でお願いします。もう一回アウルベア声かけるね。じゃあ、うん、はいはい、楽しい。うん、兄ちゃん。あっちが上なの。大きくなっても声変わってねえなお前。スマート。さすが兄ちゃんだ。ビッグブラザー。何してたの？クラーケンと友達。クラーケン、それも友達じゃないんだよ。喋ってるみたいな。確かにバカっぽい。猫食べたってどういうこと？あ、洞窟に暮らすのがいいんだ。Yes, nice here. Nice here. Friends. でもこの会話だとシャドウハートのとこでやったらみたいなのは出なかったな。もう終わっちゃったんだろうその話。ああ、そういうことかね。スクラッチの話かけてくれ。Boy. あ、もうこっちも異物もう話しちゃったわ。うん。あららら。アストラルプリズム持ってたの？そう、立ち去るにしちゃった。口に加えて、うん、アストラルプリズム。あ、顔が。治ってるよかったね、鳥なん。久々に見たよね、この顔。よし。どうやって治ったんだ。もう神経が破壊されて治らないんじゃないの。脳みそはあのポコだ。いつも何をすればいいか分かってる。I certainly have, and I always will. Forever, I think. そうだな。So、お前もな。Do you even have to ask? ん？うん、よし、じゃあ、これが誰に仕掛けか。これか、落としたアストラルプリズム。ん？え、落ちてる。ああ、拾っとこうかよ。不活性のアストラルプリズム。やっぱこれ投げるか。シャドウハートさんがいるよ。ん？シャドウハートさんに話しかけようか。お、来ないんじゃないかと思い始めてたわ。おー。俺がいなければお前たちはまるでダメだからな。シャドウハートだったか。ひどすぎるだろ。ジェネビルだっけ。ジェネビルね。冗談だろ、この日は。どうしよう。一番でいいんじゃない、うん、テラスオとシャドウハードが喋ってるところをまず初めて見た気がする。正直に言うと私もよ。今から口説けるか、これ。おお、いいじゃん。本当に久しぶりね。今から行ける本当、まあ、ここら辺は友情として普通に。まあね。本当？友情にしたら長くない？そうね。そうか。ずっと旅立てた仲間だから。
がっしりしたみたいね。やいや食料採集減ったから。何なのその服装。新しい服装だな。そうだね。新しいエロだね。取ったと言いたいのか。もう一生分は星空の下に眠った。かっこいい。一番にしよう。一生分は星空の下で眠った。いいんじゃない。I'm not entirely sure I'd agree。住んでるところが相当でかい素敵な牧場だ。まあ、張り詰めることもなくなったしね。なんで半年経ってから集まったのこれ。同窓会？そういうこと？うん。チューリー。お前がやると申し出てしまったこと？なんだこれ？なんだこと？アウルベアのこと？違うかな。アウルベアのことじゃねえかこれ。アウルベア。そうなの？それで何を受け入れることにしたの？あ、違うか。お前がアウルベアの子世話をしてくれないかと思って。うん。ちょっと一番の方がいいな。大きくて羽が生えていて大体行儀もいい。アウベア？もちろんよ、私と一緒に来たいならだけど、もっと前にさせたかったけど、戦いのとはいろいろぼんやりしてて、どっか行くと思っていたし。おー、よかったよかった。めっちゃでかいですね。マジで、行ける？行けるかな？行きたいって感じだったよ。これシャドウハートいなかったらどうなってんの？お互い何も渡したことない。彼も気に入るだろう。いいんじゃない？お互いを世話し合えるってなんか。バカにされてそうだよ。バカにしてそうだよね。なんか。それならいいわ。いろいろあるわね。なんか嬉しそうでよかったね。嬉しそうだね。ね。何をしていたんですか。後ろをアルベアが通ってる。でけえな、あいつ、本当に。ぽいよ。でけえよ。放浪ばかり。放浪してたね。放浪してたね。まあいいよね。ようやく自由なんだもんな。これからは記憶の積み重ねだからな。もう消えることはない。すべて聞かせる。すべて聞かせてくれ。口説いてるな。最初のターディープ。ウォーターディープ。なー。ウォーターディープね。なあ、ウォーターディープね。ろくなとこじゃねえよ、きっと。まあまあ、知識の都みたいなとこなんでしょ、たぶん。だからあんな頭でっかちなやつができるな。お前神、ね、お前神って何？お前神。シャシットのタワゴトをまくしたてるのを我慢してくれていたとか、そういうふうに振り返ったんだ。まあ、両親は誇りに思うだろうでいいんじゃないかな。まあ、それでいいか。今でも彼らが感じられる気がする。そしていつの日か私たちは再会する。いいんじゃないか、そういう考え方で。俺がしばらく何をしてるか不思議に思ってるんだろ。私が勝手な思い込みを。うぬぼれんな。冗談よ。ジョーキン。何してたんですか？カクカクしかないかな。彼女とは、彼女ってそういうことじゃないか。彼女はシャドウハートってことだろ。そういうことだ。乗り出した僕。何でもいいよ。テラゾーがしてると思ってる説明でいいよ。ちょっと静かな暮らしに満足しているっていうと、ちょっと終わった人みたいな感じだから。緊張でね、満足してるんだ。投げようとしてる帽子だと思う。帽子だ。少し休んだ方がいいから。後輩がかわいそうって。ああ。うん。It's not that I miss the tadpoles, but at least 完全に妖精から脱却したの、そんな簡単にできるんだな。まあ、時過ぎればって感じやんじゃな。人間どうして適正にこうやって難しい。大丈夫、連絡を続ける。うん。せやな。一緒になるルートはなさそうだな。少なくともお前にはないだろうな。まあな。今初めて喋ってんだから。後で話せるわしか言われたことないんだけど。俺話したらどうなんのかな。楽しみに話してみるか。いいよ。はい。来ないんじゃないかなわけないけど。同じ会話が始まったな。同じ会話になっている。まあどちらにしろ恋愛イベントにはならないでしょ。もともとその過程外れてるから。まあ俺も後で話せるわが全てここに凝縮された結果の会話だと思う。
おお、染料がいっぱい入ってる。同じだな。染料。好きな服を着なさいって感じだな。じゃあジャヘイラ話しかけるよ。はいはい。はい。Well now。ちゃんとした身なりができるの。その気になればね。うん。そもそも身なりという。俺も会いたかった。身なり以前に顔が大変なことになってたからな。俺も会いたかったジャヘイラ。会話になってない。後ろのミスクうぜえ。うざいんだよ。すげえうぜえ。うぜえなんだあいつまして。ああ、そっか。残ってたんだね、あのまま。やっぱ権力者として。うん、家はそこだからな。そうね、まあ。ハーパーのリーダーみたいな存在だから。どうしようかね。まあ、ジャヘイラをしてる。What else? Helping. Whether I ask for it or no. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. そんなに世界中にいるんだ、ハーパー。My own son, Jord, has been wooed to their ranks. ジョードってあれだな。オークだった。オーク。ああ、いたね。なんだっけ？うん。Not so for my daughter. Ryan's retired. 燃える格子にいたんかよ。Temporarily, you understand, to organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing eight vans. 腐ってんな。They might learn a thing or two if they don't expel her again. うん。何してたの？ There is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. じゃあヘラさんやること多そうだな。I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, ちゃんと手紙出せよお前。本当だよ。っていうかまあそこにいるからまあいいのか。お、鳥なんかやるのか。ハーパーに入るのか。今までの犯罪遍歴からハーパーに入ることは無理だろ。そうだな。無理ない方がいいっす。お前どんだけ盗んでんの？笑われるかもしれない。お前がみたいな。すげえ物盗んできたからな。あ、なんかミンスク動き始めた。ミンスクが。大して何なんだ。ミンスクが歩き始めた。じゃあミンスク話しかけてみる。なんか目光ってね。どうぞ。デイゼル。We are not dreaming. ああ、ブーだ。今その反応すんの。ブーは何だったんだ、結局。俺も会えて嬉しい、ミンスク。ミンスクのセリフはもう本当に脳みそに入ってかないな。いいんだよ、話半分に聞いてくれ。You will forgive the aroma, I hope.We were not expecting どうの中でポータル開ける捕まってたのお前マジでこいつの話むずいな難しい何読み解けならん、うん、まあでも投獄されていたのは事実のようだ、うん、みたいだななんで、うん、余計なことしたんやろどうせじゃあなんで捕まうんだよハハハハThis Entarum rule the city's army, so Minsk and Boo went to give them a tickle. Zentarum に捕まった。 Harsh words, battle cries, some manner of head wound. Zentarum ってまだはびこってんのかみたいだね。 Noble combat. Execution, says Boo. Execution って言われてる。 I am not sure of the difference.公衆台とか行ってるから、普通にこいつ捕まったんじゃないか暴れすぎて。しのいでギリギリで間に合ったよな。その後、死ぬぞとか。センタリー、街の平和なんだ。いや、そうなの。あれが平和守る無理があるだろ。9本指が頑張ってるんじゃないの今は。なんでゼンタリムなんだろうね。ね。わかんねえな。9本指に味方してゼンタリムはバルダーズゲートから追い出したんじゃなかったっけ？そういう流れだったけどね。うん。だよね。最後は。うん。まあギリギリで間に合ったようだな。In ample time indeed.
夜明けまでにローに戻してくれるなら。はお前ローに戻らないといけないのか。抜け一時的にシナビに抜け出させてもらってんのね。そういうことか。やべえな、おい。わかりにくいんだよ、お前。How have you filled your days since we tore this sticky tire from the sky? 何してたんだ俺ら。そもそもあの日何してたんだお前。確かに。こいつ戦闘に参加してないし。まあできるだけ冒険を見つけている。今は幸い妖精なしでの冒険だが。抱きしめてくれだろう。抱きしめてくれは絶対選択肢にないだろう。ボロボロにされる。今あったじゃん。ぐちゃぐちゃにされてやだから選ばねえだろって。誰がこいつとなんか王政を楽しむんだ。妖精気に入った。いきなり一昨日。お前だけ確かにボロボロの服着てる。本当だよ。めちゃくちゃ服あるんだから着てこいなんか。Though I see no soap, so you shall have to blow the bubbles for me. はあ、まったく懐かしいなつもりなんだろうな。懐かしいなとか言われて。いいやつなのはわかるんだが、マジで何言ってるかわからん。バルダーの声ってこれ新聞だよな。見やめかな。あの今新聞か。さあ、消えかって。あ、なんか、あ、いっぱい手紙来てる。上で演奏してるやつ誰よ。わかんないんだよね。それ、話しかけてみる？いたか、こんな人。マジで見たことない、この人。Oh, hello. Let me guess. You've got some suggestions about the ending trigger. この人。え？え？そういうことない。そんなことじゃないんじゃない？なんつった？何者かどうか。でもほらやっぱ鳥なんとかも反応的にさ誰なのこいつって感じだよ。そうだよね。見たことないよこの人。You have no idea who I am, do you? 神様かこいつ。ああその可能性はあるか。お前髪の毛浮いてないかなんか。ペテンがあるな。最後にペテンしてみたら。難しいんだけど、18なんだよ。知っているって言われても知らないしね。おお、クリティカル引いたわ。You know. 嘘だけど。誰なんだよ、結局。結局誰かわかんねえ。うんかもしれん、冒険者。めっちゃ喜んでくれてんじゃん、気まずいよ、俺。誰なんだよ。で、誰なんだよ。Your wish is my... etc. 喜んでんじゃん、めっちゃ。おー。あー。踊りたくなるよ。Fantastic idea. It'll suit the whole thing. 踊ろうぜ。誰なんだ、こいつは。結局。ミリルって誰？わかんない。おーおー。いい音楽じゃないか。感謝の言葉の箱って何？まあボーロ行こうか。ボーロ行こう。それに手紙だらけ。ボスからの手紙とかあったぞ。石板だったけど。Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. シナビのことは普通に外国の友人つってんの。次の暴露本の材料を探しに来たのか。すげえあいつさ。Oh, I wouldn't bother you with such things during a party. And anyway, I've gotten quite good at replicating. やめろ、お前何やってんだ。やべえ、ふざけんなこいつ。犯罪行為かしねえな。I'm considering the hero and me. Hero and me. まあいいんじゃない。まあその英雄の目をえぐった男だからな。さすがのお前は。えぐってはいないのよ今回は。もう少しいいのないか。えぐり切ってはいない。えぐっておいただろ。今は3時しか受け付けない。Perhaps once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword. 結局やべえなこいつ。署名してくれるだけでいい。サインもするって結局言ってんじゃねえか。俺の手か加わる余地なし。ああ。But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to. オーラは変わんねえな、本当に。ブレねえな。手紙ちょっと読んでみようかな、俺。ほうほう。これも手紙読もう。こんなんがあるんだ、いっと。バルダーの声。あ、やべ、取っちゃった。レイヴンガード。うーん。レイヴンガード来てるね。見るわ。
感謝の声とかどうでもいい。ウィルの話がないな。ないな。もうウィルのことは忘れたんやろ。思い出されても困るし。視聴者全然わかんないからな、ウィルのこと。ウィルって誰？本当に序盤しかいなかったからな、あいつ。アラージって誰？だって仲間になるべきところでちゃんと話してなかったから仲間にすらなってないんだもん、ウィル。そう。あそこで 1,2 回話しかけるや仲間になってたのに。そうそう。話だ。なんで俺らはあんな風にやっちまったんだろうな。アラージ・オブロードラ。オブロードラって誰だっけな。血液を爆発するのにしちゃったやつね。あいつか。ノクターン。爆発、それは治ってないんでしょ、どうせ取りなの。いや、もう血も洗浄したから。本当に血液洗浄したから。うん、火がつくんでしょ。の技の達人って嫌だな。フロリックもいる。フロリックね。おもんね。みんな幸せそうだね。ロクターンって誰だ。ああ、シャドウハートのね。はいはいはい。友人ね。ノクターンからも来たんだ。バレリアだ。水星の騎士ボスになったんだな。かっこいいね。ボスのやつ、ボスの手紙重っ。はあ。あいつか。ああ、懐かしい女から来てるんだな。なんかメイリーナもちょっとは幸せになれてよかったよね。ボス指摘だな、ずいぶん。まだ長いんだな、まだブラキスの戦いは。うん、まあそこはもう俺らが関わるところではないんだろう。メイリーナ笑った。赤ちゃん生まれたの？生まれたみたい。コナーって名前をつけたらしいぞ。うん、一回売っ払った赤ちゃんね。めっちゃ占領ある。お父さんの名前を取ってコナーズ。コナーの死体びっくりするぐらいもてあそばれたからな、俺らに。あの時間がこのゲームをやっていて一番つらかった時間でもあるかもしれない。ハーパーを歌わせられるか試してみるといい。ヒーローを持ってくれるってやつ。わからん、NF って誰じゃん。9本指からも手紙。9本指の NF？ まだな。ナインズフィンガーで NF？ ああ、そういうことか。ああ、いいね、個人なんだ。新聞読もう。奥にしなびさんいるよ。しなびさんと話すか。話してくれ。話してみていい？もう話すとなんかイベント進まないか、うん、これ。アイコンあるぞ。This one night is like any other. And yet, ジャーナルアイコンがあったぞ、それ。あ、そうなの。Thou art the savior of Baldur's Gate. 再び救いを求めるその時までどうか。Until such time, it requires saving.どう感じるって言われても、ねえ、どんな気分？あ、これもう寝ようかと思って言ったら終わるのか。終わりちゃいそうだな。あ、これ終わるためのメッセージだな、やっぱり。何かやり残してきたことがある気がしてならない。エーゼルと話してないし。悟らなかった運命の道を見ることができたなら、汝の心はきっと壊れてしまう。己の選んだ道を喜べ。結局それは汝のものだ。It is after all. もう一周しようとしてる人に対してそんなこと言うのかな。多分そう、ね、今日の祝宴を楽しむ前に少なくともそれくらいの資格はあるだろう。何時間やったと思ってんだこのゲーム。本当だ。宴に戻ろう一旦、レイゼルと話さないと。そうだな、そうだな。話していい？どうぞ。あ、いいよ。いい、いいか。いいよ。チック。え、チック。2 months I trained the knights of the comet. For 2 more I skewered. 何してんの？何してんねんこいつ。確認隊長の腹刺すって何？リモート参加してる。ほう。何の話してる？いや、俺らとの関係性のことでしょ。うん、うん、あ、そういうことか。なんか、うん、うんうんうん、
会いたかったよと。いいこと言ってくれるね。なんか見た目ふわふわしてるね。っていうか口も本当だな。応援を作り出した。努力に努力を重ねた技なんだこれ。すげえな。ちょっと違うな。言いにくそう。言いにくそう。なんか違う言い方があったんだよ多分ね。ヒスヤンキー的には罵倒語があったんだけど、うん、それは言わないようにしてくれてんだな。うん、いやフェイルーンがちゃんと発音できなかったんだよ確かに。そうそうそう。だからできないんでしょ。うん。生身の体でここに来れないなんて。今どこにいるんですか。シュラクトロー。シュラクトローか。聞いたことないな。どこなん。まあそうだよな。かつてってまだ生きてたんだっけ。ディスデライって、まあ、かなり前の話だなこれ。もうそれあいつら死ななかった。殺さなかった。あの腹でしょ、うん、メインヤー。これ手紙に書いてあったの。メインヤーアグブス。へえ、同盟するんだ。偉大なる戦士レイデルが外交の仕事を確かに聞いてみよう、うん、絶対苦手だろ予想してた反応。弁立たないだろこいつ。会話ができるようになったのかレイデル。おー、そんなこと学んでたか旅で。お前はペテンしかやってないだろ。トリナンのペテンを見て思ったんや。会話の方がいいなこれは。なんでやね、それはそれつまんないな交渉にもナイフを使えよ、うん、やべえだろこいつそれは何度も捕まった男は言うことが違う。お互い引き合うってことね。その辺は強くなるんだな、動きが。やることはやるぞ。なるほどね。チク言うな。口癖だからもはや。死亡兵必要。全部自分の魅力だって。オルフェスもまあいるんだろうが。まあいいだろう。うん。幸運を。すごいキャラだな。しかし。ん？ああ混じってきた。ああ宴会にね。一線が登りクリーリは永遠に太陽の周りを回るのと同じように。うむ。あ、卵。卵、卵、卵。卵、卵。おお、おお、ザン君。ザン、自由。大丈夫、腐ってなかった？ね、一回腐ったはずなんだが。ザンバディの魔導士と一緒。ザンの魔導士と一緒。生まれたんだ。よかったね。投影して投影して。投影して。ザン君は新しいギスヤンキーになれるかもね。次回作で出てきそうだな。バルザスゲート4で。あれ加工されてないこの声。本当だ。なんで？エフェクトかけろ。急に近くになった。なんでここだけ。うむ、これで一応全員に話した。全員と話したかな。これボーロの近くにいるから会わせてくれてんのか、あいいね。おーなんかやってるわ。そう消去。あれボーロめちゃめちゃいいな。渋谷吹いてるよ。誰が。多分ボーロ。オープニングのアレンジ曲みたいな感じになしてくれてる。さてどうする。終わろうか。うめ。じゃあシナビさんに。じゃあシナビに話しかけるか。シナビに話しかけてください。ういーす。3人ぐらい仲間が足りないが。3人か3人4人か5人ぐらい足りてないんじゃない。5人か。まあまあまあ。This one night is like any other, and yet different.
どうしようかな。でもまあ、一通り皆さん話をした。次は次。Until such time it requires saving again. 次。What indeed?耳をそばだてて聞くがいい。本来あと6人ぐらい仲間いんのか。あ、そうね、ハルシンもいないし。パーティーを本当に終了しますか。終了しますか。はい、はい、はい。これでエンディングか。ハルシンもミンサラもいるから。豪勢な食事だ。アウルベアに話してる。あ、違う。お前水飲んでもお酒飲んでも力びてんじゃん。一応なんか抜けてく感じじゃないか。 It is over. 終わった。 For now. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself. But for every thread you sewed, so did the gods unravel another.当たるね。Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. そうなの。Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. お。お、何に乾杯するかだって。うん、何しよっか。うん。ダースゲートは別にあんまり思い入れないんだから。最高の友人、かっこ選ばれた友人。何人か選ばれなかった友人がいるからな。虫の入ってないのじゃない。ははは。受けてないよ、全然。俺のせいか。いや、ほら。遅れただけだ。ミンスク受けた。遅れただけ。一瞬滑ったように見えてるけど。気のせいさ。ということでね、長かったですね。お疲れ様でした。ありがとう、バルダーズゲート、めっちゃ面白かったよ。バルダーズゲート3クリア、とんでもないボリュームだったな、マジですごかったな。300時間ゲームだね、これね。うん、納得できないこともたくさんあったけど、それも含めてバルダーズゲートだった。いやこれバグだらけなの当たり前だからな、このボリューム。本当だな。出さないなんて無理だよ、このゲームのシステムとこの量で。この分岐量がすごいよな。なんかストーリーのこう、ね、仲間が死ぬパターンとか、うん、パターン化がすごいよな。エンディングチェックできないよ、ね、自体もバラバラだし、そのエンディングが同じでもさ、そのメンバーによって全然変わっちゃうわけじゃん。うん、まあね、多分要所要所は同じなんだと思うけど、さすがに。だって恋愛関係になってれば別のイベントが発生するわけじゃん、キャラごとに。まあ見れるイベントが違うとかはあるよね。ラストでもいなくなっても成立するとか、そういう風に作られてるのがすごいよね。そら出るでしょうね、バグぐらいね。だってすんごいジェノサイドルートみたいなこともできるんでしょ、これ。皆殺し、皆殺しだみたいな。そうね。それ用のエンディングもこの間作ったって書いてあったもんね、アップデート。そうだよね。悪の道をたどってもいろんなパターンのエンディングがあるらしいから。なかなかその決断湧かないけど、このボリュームで。そうだね、またやりたいって。アンダーテールでやるのと違うんだぞ、だってこれ。そうだな、周回を目的にしたゲームでは絶対ないから。ただなんていうか、終盤はシステムが結構なんだろうな、マルチクラスのシステムとか理解できたからさ、なんかこれ一周だけやって終わるのはもったいないなって思うくらいには、結構このゲームのシステムをいろいろ学ぶことが楽しかった。そうだね、うん、うん、まあ俺らはメンバーでやることをある程度分けてたから、各々やることっていうのはある程度固まってたけど、一人でやる場合はもう全然別じゃん、まあね、ソロプレイはソロプレイでめっちゃ楽しいからな。うん、そうだね、人とやる面白さはあるだろうけど、なかなかこう温度感を合わないと難しそうだしな。まあ、長時間これだけ一緒にやるっていうこと自体がそれなりにハードルがハードル高すぎる、はい、普通はやれない、うん、まあだからギリパート100はいってなさそうだな。いってなさそうだ、うん、95ぐらいで終わってた。いやー、よくここまで見てくれましたね。視聴者の皆さんも。本当だね。本当だよ。こんなグダグダした。あれ、どれぐらいやってた？でも結構なペースで上げたから、セラゾー視点は少なくとも半年くらいで済んでるのかな。半年なんてレベルなんだっけ？1週間に3本上げて、3、4、12、1ヶ月12本ぐらい。
まあ途中止まってる時期もあったけど、そう考えると半年じゃ済まないか。済まないか、それでも。うん。絶対視聴者俺らがこれ最後までやりきると思ってないだろ。マジで編集負荷高かったからな。やばいからな、このゲーム。君たちが編集負荷高いって考えてるんだったら、俺はもっと高いからな。そうだね。めちゃめちゃカットしてるじゃん。視点見たり、字幕入れたら、俺も字幕入れるの諦めたもん。俺も字幕は途中からやめたけど。無理でしょ。カット編だけでも1日3本はやっぱ、1週3本も間に合わない。大変でした。仕事時間をね、犠牲にしたりしてたもん。長いからな、このゲームは。まあでも編集してる間にね、なんかいろいろやりたいことが見つかったりしてさ、次の収録楽しみだなとは思ってたんだよな。うん、待ち遠しかったなっていう、そういう楽しみ方ができてよかったなと思います。付き合っていただいてありがとうございます。2人も本当ね、もうぜひご自身でやられるのも楽しいと思いますね。本当にね、別にこのルートだけじゃないっていうか、なんかみんなやっぱダイスロールとかさ、ジョブ選択で選択肢が変わるからさ。そうね。自分のプレイで体験が変わるっていうのはあるよね。あとなんか同じようなゲームでディビニティオリジナルシーンみたいなさ、なんかそんなのもあるじゃん。なんだっけ、そのランチャーでさ、バルターズゲート選ぶときにさ、横に2つぐらい違うゲームが出てきてさ。あれね。あれがそうなの。あれもなんか似たようなゲームらしいから。もうマルチプレイの収録日が待ち遠しいときはそっち始めようかなって思ったぐらいだけど、さすがにやめといた。長いから。いや本当にでもこのゲームすげえ、すごいボリュームだから、ね、収録日は楽しみにしながら本当にやってたから、いいよね、次こういうカスタマイズで臨もうとか、こういうキャラ作ってみたらどうだろうかみたいなね、特に序盤のこういう風に戦ったら強いんじゃないかとか考えてる時間がすごい楽しかった。レベル5とか6とかね、なんかマルチクラスにしてもあんま強くなんないけど、考えるのめっちゃ楽しいみたいな。システムがねちょっと慣れないものだったから、完全に真新しいものだったから、もともとダンジョンズ&ドラゴンズ知ってればそこそこ分かったりするんだろうけど、なんかダンジョンズ&ドラゴンズの本家ももっとクラス数多いとかさ、そもそもレベルが12止まりじゃないとかさ、じゃないらしいさらに 奥が深いらしいからな。まあ、それやってた人たちはとっつきやすかっただろうね。ゲームシステムで全部やってくれんだからね、管理とかをね。まあそれでもなんかちょっと勉強しないと追いつかなかったけどね、最初の方は特に世界観も分かんなかったから、分かんなかったね、このゲームある程度見て、俺らは本当になんであの序盤で加賀を殺すって選択肢取っちゃったんだろうね。本当だな、それはでもそれはでも仕方なくないか。殺すやつもいるって。おこいつ最初のボスかっていうね、まあ俺らの考え方あれ最初のボス戦だったもんね、完全に。そうだって、ジャーナルに加賀を殺すみたいなの出てきてるわけだからさ、加賀を倒すみたいな目標があったからやったわけで、俺たちも平和に終わるとは思ってなかった。やっぱでもあの頃はこうバルダーズゲートっていうゲームよりかもさ、なんかただの RPG ゲームの感覚で多分やってた感じが。やってたからね。そうだボス倒して物語で進めるみたいな。自由度高いゲームなんだからこっちルートに行っても大丈夫だろうというおごりがあったような気もするが。そんなひどいことにされるとは思わなかったっていう。めちゃくちゃ足引っ張ったからな、あの後。地獄のエメラルドの森でイベント。仲間にならない奴はいるわ、嫌われるわ。そうだよ。2章後半まであれずっと響いてんじゃないの、だってエメラルド。それのせいでこのタイトルになってるわけだし。結果的にね。それでもちゃんと進むっていうのがすごいゲームとして。まあな。あんな序盤にルート分岐作ったらとんでもないことになるだろ、それ。ティーフリングはあそこで生き残ってたら、バルダーズゲートまで到達するぐらいの人たちだったのに。そうそうそう。一番最初に。あの辺の人たちめっちゃ出てくるからな、その命を断ち切ってしまったから、それ以降の結構なイベントが潰れてしまったという悲しみあったな。まあでもそれで潰れてたら潰れてなかったらとんでもないボリュームだったけど、まあね、潰れてなくてこの量だもん、だってそうだね。俺らからするとやっててジャーナルがいつまで経っても消えないから果てしねえってずっと思ってたじゃん。そうだな。もうこんななくなったのか、ジャーナルって最後は感動してたもんな、ジャーナルがなくなってることに。そう、もうやるジャーナルがなくなったことに感動してたよね。俺絶対ピエロのドブリブルズとか絶対終わんないと思ったもん。
一瞬だったの。手つけたら一瞬。割と手つけたら一瞬だった。うん。完全に。ソロプレイが生きたな、あれは。シャドウのソロプレイがなかったら終わってるかも、まあ。そうだな。首のありか分かってなかったら、多分最後までベハルのところ行かなかったぞ。行かなかった。絶対行かない。マッチ探索して終わりだから。うん。すごいね。何がすごいって、このゲームのスタッフロールの長さ。いや多分ね、最初から戻るが置いてあるあたり、多分最後まで見るやついねえだろうぐらいのボリュームあると思う。まあね、動画としてもこれずっと喋るってるとかなり大変だと思うけど、どうする？いやーでもめちゃめちゃ喋れることあるから、まだ全然。まあ俺は全然喋れるけど、喋っていやいいよ、別に編集でどうにでもなるから。まあそうね。もう俺はもうスタッフロールだけで動画一本になるかもしれない。最後の戦いとエンディングが最終回にして、おまけパートとして最後のあのお祭りのパートと、いやそんなエンドロールでもいいぐらいだ。うん、じゃないとあれ入んないからな、多分エンドロールが感想会だろうね、これほとんど。ゲームやったら感想会喋るの楽しいわ、俺個人的に好きなんだよ。いやまあ長いことやってたゲームだからな。ソゲル自体でもうこのゲームがぶっちぎりで長いじゃん。そうだよ。でかチームっていうか、他人数プレイでこんなに長いパートやったの俺も初めてだもんって。そうだ、みんな初めてじゃない？初めてだよ。人とやるゲームじゃねえからな、このボリューム。うん、普通に考えたら。でもしかも動画で持ってきたよ、本当、絶対動画で通りながらやるものじゃねえけど。そうだね。あ、でもね。もう完全にラプラスの間の内容を忘れたからできるよ、今なら。やらねえよ。やりたくねえよ。ラプラスのは、ああ、あったな。どんだけ古き良き RPG システムに乗っ取ったゲームやってくんだよ、俺たち。すげえ戻るぞ、本当に。でもね、マルチプレイでね、こうやれるゲームってのはね、最近、やっぱリモート収録が当たり前だったからさ。うん、ああそうだね、そうリモート収録当たり前で、そのおのおのがプレイするって観客もちょっとない状態でやってたじゃん、うん、誰かの画面とかトリナの画面映して俺とテラゾがこうあーだこうだいうパターンが多かったから、うんうん、3人プレイでやるってなった時にこんな対策ゲームを最後までやりきれるのかと思って、うん、だからそうね、複数人でプレイできる RPG がまずめちゃくちゃ珍しいからなね。しかも、うんRPG で複数人プレイするっつってもさ、そのなんかこう、基本的には同じようにみんなで行動させてさ、うん、戦闘だけはこうみんなで一緒にやってるだけで、メインストーリーは一人でプレイみたいな。まあまあまあ、そうだね、うん、普通。完全に。バラバラに動けるからな。バラバラに動いて、好き勝手やって、一人がこうね、死にかけ、なんかこう、物盗んで通報されて、もう一人が罠にかかって殺されかけてみたいな、意味がわかんないでしょ、俺一人で戦闘してるわ、みたいな。うん、そうひどかった、もう。何回トリナンがあの盗み見つかって、なんでこうなんだよって文句言うの聞いてんだこれって思いながら、パート85ぐらいでこれ何回目のパターンだと思って何回も同じことやってんの俺たちと思って編集しながら、一切成長しないからなまあでも最後の方はね、別にね、あの投獄されたりはなかなかなかった。まあまあまあ、中盤あたりっていうか、あれか、3章に入ってからの投獄率が高かったな。まあそれもあるな。それまででも相当やってたけどね。序盤は間違えて取ったりとかしてた、うん、システム、ね、話しかけようとしたら取っちゃう、うん、いや取るて、絶対取るて、わりかし本気で罠のやつあるから、うん、赤いマークとかゲームにおいて盗みだったら当たり前の選択肢に出てくるってないじゃん、あんま、うん、まあね、チュートリアルないしな、ない、赤いとダメだよとか、しゃがまないとだよみたいな、そういうのないから、うん、どういうつもりなんだって思う得意システムもたくさんあったよこのスタッフは何考えてるんだって思うシステムも結構あったよな。あるね、うん、あとやっぱあれかな、中盤あたりは良かったけど、後半の方からやっぱより高い難易度を求めてしまう自分がいたの、敵に対して。まあな、強すぎだな、こっちが名誉モードでの難易度でやりたかったよな最後な、うん、難易度はちょっと上げたかったなって感じ。とはいえな、あのなんか長さの戦闘を何度もやらされるというのもなかなか難しいものではあるが、最初の方のね、でっけえ雲のクイーンとかと戦ってたの懐かしいから、あつらいな、もう本当にきつかったからな、きつかったきつかったきつかったし楽しかった、うん、あれ地下に降りて、あの妖光炉か
ヨーコーラで戦った、はいはいはい、あのボス戦とか信じられないぐらい苦戦したからな。だからもうやってる最中の序盤でミスって、ああもうこれやり直すことになるんだろうなってめっちゃ思ったもん。シャドウハートがヨーカの中に突っ込んでしまうやつ。俺が叩き落としてしまった。アウルベアに、ね、なって叩き潰して吹っ飛んでヨーカの中に落ちるシャドウハート。もうダメだと思った。思い出すだけで長えな。うん、だそんなの第一章の中盤ぐらいじゃん。思い入れ深いボス戦が前半に集中してる。うん、後半どんどん殴って終わりだったから、ね。カサドールはでも強かったよ。カサドールは強かった。吸血鬼、うん、うん。あそこはびっくりするぐらい強かったな。まあ、あの、踊りがなかったら終わってたな。最後に苦戦したのはあそこじゃないか。うん、まあ、最終戦も相当ギリギリだったけど、最後は。あれ、ゾンビのアスタリオンも多分アスタリオン殺してないと見れないだろ。ああ、殺したからなってんの、あれ。そうだろ、ね。うん。なんかね、アスタリオンは普通に仲間にしていくと捕まっちゃうよ、あそこで。ああ、そうなんだ。うん、なかなか研究は避けるけど、これ以上は、うん、ないけどさ、複数人プレイでさ、いろいろとこう止まれる選択肢とかがさ、複数人で考えてるのにさ、うん、ここまで味方キャラクターが減る実況ってなかなかないと思うんだよ。ゲームプレイ、まあ、やり直さなかったからね。うん、そうね、やり直さなかったって、やり直した方が面白いんじゃないかっていう、ね、セーブのタイミングミスったからあれやり直すの諦めただけで。そうだね、2時間戻るぞこれみたいな。そう、もういいやつって10分前だったら戻ってたわ、あんなの。あそこら辺が多分仲間が連続でいなくなったんだよね。アスタリオンというよりが多分連続でトリナンの蛮行によって消えてったから。まあまあまあ、今思えば面白いトラブルではあったよ。めっちゃ笑った、うん、最終的に仲間がいっぱいいても困ったもんだって。入れ替えながらやったりはしなかっただろうから。まあそうね、かぶ、うん、るんだよね、特に。まだ楽しみだもんな、ソロでやってないから。そうだな。バルダーズゲートに入ってからの多分全員ファイナルクエストがあるでしょ、うん、そうそう、こういうイベントにね、うん、ちゃんと連れて行ってやるってやったら楽しめると思 う、うん、う。まあそこらんがいない状態でやっちゃったっていうのもまああるからね、我々のプレイはね。うん、そうなんだろう、ぜひ見てもらいたいね、みんな。このゲームをここまで見てくれた人は多分もうバルダーズゲートやってると俺は思うけど、さすがに。確かにな、バルダーズゲートやっ自分でやりながらやんないと楽しめないかもしれない。まあだから、そうだね、テラザの編集はだいぶ見やすいけど、それでも俺らはやってる、やってて当事者だからかなりわかるだけで。そうだね、完全になんかどう細かいシステム説明しても伝わんねえだろうなと思うところは全然解説してなかったりもするもん。だってテラザのさ、その魔法攻撃とかってさ、あの状態上特化になったりさ、力術系入れたりさ、戦略系とかのやったりするじゃん、うん、戦略カルキュラムとか、うん、あれ俺ですら置いてないもん、いまいち何をやってんだか正直。まあカスタマイズとか、あの荷物とかで、要するに裏、うん、裏のところが結構あるじゃん、うん、あの野営地で準備してたりとかする時間、うん、あれを全部カットしてるから、うん、実際にはそれだけで倍ぐらいさ時間がかかってるから、ね、うん、プレイヤーとしてはでもあの時間がすげえ楽しいんだよ。わかる、俺たちが楽しんでるところって裏のところだなっていう気持ちはあるからさ、うん、そこまで伝えたいんだけど、なかなかそこは難易度が高い、編集しながら考えてるかも、ね、うん、何やってるか分かんないと思う。だってこれとこれの組み合わせが強いという判断をしているっていうことでしょ、うん、それを伝えるのが難しい。でもそれ考えてさ、こう発表してさ、実際に試すところまでの過程めっちゃ楽しいじゃん。うん、実際なんか全然うまくいかない時とかもあったけど。いや、マジで難しいのが、そのセービングスローっていうのと攻撃ロールっていうのと、あの能力判定が違うっていうのも、まず多分視聴者分かってないからね、これ全部見てても。分かんない。何それ。全然意味分かんないよ。うん、俺は分かるけど。何を持ってダメージ判定としてるかも多分伝わりきれてないところはあるんです。例えば攻撃ロールが有利になるって言ってもさ、それは火力なのかさ、ただの命中判定なのかって分かんない人いるでしょ。分かんない、分かんない。それはただの命中判定の攻撃をロールしてるだけだって。ああ、それがいくら高くてもクリティカルとかには影響しなかったりするし。もうダメだ。これ以上何を言っても多分視聴者には伝わらん。
やってくれないとわからん、やってくれないとやって自分でゲームを理解しようとシステムを理解しようとしない限りこのシステムを俺たちがどう考えて楽しんでたのかっていうところまでは絶対に理解できないこのゲームは、ね、まあダンジョンズ&ドラゴンズやってる人だったら違うのかもしれないな、そこそうだね、多分同じ知識が使えてるところあるんだろう、うん、そうだろうね、うん、まあでもゼロだったからこそいろいろと試すことができたのはかなりあるよね、そうだね、あこういうシステムなんだって理解してくる過程が楽しかった、それはあるな、うんうん、例えばさ、まあゲーム内で説明 してくんないからね、してくれない、しかもなんか翻訳とかも若干なんかいまいちこうよくわかんないのかって、翻訳もおかしい翻訳あるかな、でも頑張ってる方だと思うよ、頑張ってると、なんていうかそのダンジョンズ&ドラゴンズの日本語版の翻訳をちゃんとゲームに取り入れてるってのがめっちゃ偉いなと思ってて、すごい、そう普通さゲームをただ見てそれを翻訳してくっていう翻訳の仕方すると思うんだけど、ちゃんとダンジョンズ&ドラゴンズ日本語版の翻訳に合わせるようにちゃんと翻訳してるから用語を、そうなんだ、うん、だから普通にマジックミサイルとかマジックミサイルって書けばいいものを魔法の矢って表現してるのはダンジョンズ&ドラゴンズ日本語版では魔法の矢って表記されてるからなんだよあれ、あそういうことだ、日本語版 D&D をやってきた人にちゃんとそう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 分かりやすいようにしたいってことだ、そうそう、まあ初見の俺たちにとってはマジックミサイルの方が分かりやすいんだけど、分かりやすいんだけどねそれがまあそんなことせんでええわと思いながらやってたけど、だからまあ表現が若干揺れてたりよくわかんないのとかもまああるんだろうね、まああるんだろうな、なんだっけ解説動画に書いてあるんだけどベハルとバールみたいな、あ、うん、本家の初期の用語に寄せているここだけはみたいな、そういうところに感動したみたいな、うん、D&D ファンの心もくすぐってるみたいだから、うん、でも我々にとったらバールの方が聞いたことあるしなっていう感じ確かにでいいんだけどって思いながらでもこのゲーム正直プレイしてるだけだとさ、そのシセル3社の話とか分かんないじゃん、バン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 、そうだね、うん、だってケセリックとかさオーリンなんとあとゴータシュがそのシセル3社のそれぞれの力を使ってるみたいなのとかさ、うん、説明ないからね、シセル3社ってなんだよ話になるじゃん、うん過去作で神の座を奪ったやつらみたいな、なんで神話の説明俺たちがしなきゃいけないんだってことにもなるからな、そんなとこまで編集で説明してられん、うんそこはどれぐらいポピュラーなんだろうね、これが、まあ、欧米圏にとって。まあね。D&D の知識が。結構ね、有名。こんなに説明しなくていいのかなとか思っちゃうよね。著名な有名人とかがハマってたりするらしいからね。ダンジョンズ・ドラゴンズは。そこそこ、日本人のあれよりは一般的なんじゃない？我々にとってのクトゥルフ神話 TRPG くらい、いやでもそれも微妙だよな、それ も、 それも知らない、まあ知らん人は知らんで、ね、知らん人は知らんもんな、あコントローラーの接続切れてまあでもね どうなんだろうな本当にな、でもこのゲーム別にそこら辺説明がなくても別にゲーム自体は進められるから、ね、まあねあんまりね、あなんかそういうこの3人が大ボスなんだなみたいな、ただどうなんだろう、俺ケセリックやってた、ケセリックと戦ったタイミングとかってそんなシセル3社のこといまいち理解しなくて俺もそこら辺でギリギリかな、ケセリックを倒してなんでいきなりあのマールークのなんかでっけえ骸骨が出てくるんだか全然わかんなくて、うん、まあクールな、まあクールだね、やばいいまいち思いっきり出ません、うん、なんだこいつはってさなって、そこでなんかね解説動画とかをさゴリナンとかに渡してもらって、ああ、ようやく分かった。ああいうのがね、分かればね、いいんだけど、でもゲームプレイで多分あれを説明していくと冗長なんだろうね。まあ、まあまあ、でも結構頑張ってやってくれてる方だとは思うけど、だってたくさんめちゃめちゃテキスト量あるじゃん、書物とか入れると、えぐいね。省かずにあれ全部説明してたらもっととんでもないことになってるからね。ああこの本はこういうことなのかっていうのを理解できる時もあればできない時もあったけど、できるとめっちゃ楽しいもんな、うんうん、それは間違いない、だから、うん、途中で気づいたけどそのシナビさんがあこれジャーガルなんだって分かった時もめっちゃ嬉しかったし、そういうことかってなったし、まあ、俺たちにとってのドラクエ FF ぐらいの基礎知識は欧米圏にはあるんじゃないかな、 D&D なのかな、まあ
そっか、3作目作られてるぐらいのこの規模で。それぐらいはあるね。ワンツーもやってみたいけど、相当見せるのは大変だろうし。まあビジュアルだいぶ違うしね。うんね。かなり絵としては厳しいものがあるよな。かなり地味そうだった。うん、あれワンって筐体は何なの？PS なんだろう。パソコン？あ、パソコンなんだ。うん。かな。PC ゲームじゃない。PC か。まあそうだよ。海外系のゲームってやっぱ PC で。随分間空いてみたい、空いてみたいだからね、今作まで。いやしかし3作目でよくここまで規模広げて作ろうと思って企画が通るよな。やっぱバルターズゲそのダンジョンズ&ドラゴンズが相当欧米圏で有名だっていうことを受けないとここまでは多分やれないだろうなとは思うけど。そうだよね。ボードゲーム的にはこれもうキプレイの人もいるってことだよね。物語がモデルになってる、モデル物語があるってことだからさ。ああそういうことなのかな。これは新規じゃないのか、うん、第何章をモデルにしてるっていう話だったから。そうなんだ。うん。マジか。そうなんだ。だからこの先の物語も知ってる人は知ってるんじゃない。へー。ゲームとしてあの表現されてるのがあくまでここであってか、それであってるという感じ。そう。なんつうのか、4章だったか7章だったか、なんかそういう特定の章を表現してるっていう。そうなんだ。そう。まあある程度脚色というかプラス要素とかもあるだろうけど。あるだろうけどね。へー。じゃあこの続きのシナリオとかもあったりするのかな。あるんでしょう。なんか作ろうと思えば続きも作れるんじゃない。でもこの世界ってさ、その俺らがこの旅してるバルダーズゲートの周辺だけじゃなくてさ、妖精界とかいろいろとなんかあるじゃん。ある。別の世界が、うん、そこら辺までいくらでも風呂敷を広げられるっていうゲーム性すごいよね。広げようと思えば、ね、増えてったのかね途中から。最初からではないでしょ、さすがに。だってめっちゃあるよ、いろんな世界が。世界設定が膨大すぎるよな、このゲームシステムというか、ダンジョンズ&ドラゴンズの世界。なんかあの、マップっていうか、世界観の図みたいなのを見たときに、ちょっと絶句するぐらいあったからな。なんか、そうだね。5個ぐらいの世界は、さらになんか十数個の世界が取り囲んでるみたいな感じだったっけ。形容しがたかったもん、なんか、これが宇宙みたいなもんかとかって思ってたけど、なんか。ちょっと違うなとか。九層地獄があるってだけでもすでに膨大なのに。そう、地獄が九層あるっていう。俺たち一層しか見てねえっていう。本当だよ、どういうことだよってなって。そしてこの規模のゲームで出てきてる別の世界っつったらアストラル界ぐらいなもんでしょ基本。そう、ね、アストラル界ね、うん、あとまあ一応ね、あの地獄の方にも館にも行ったっちゃ行ったけどさ、うん、メインはアストラル界。フェイルン自体がもうだってそのモーターディープとかもあるわけだし、そうメンゾベランザンとかも出てきたけど全然行ってないわけだし。行ってないね。そうだね。最後に名前だけね、さっきあのシャドウハートとか言ってたけどさ、うん、そことかって表現しようと思えば表現できるわけでしょ、その世界があったら、ね、モーターディープね、うん、過去作ですでに描かれてるかもしれないし、この先かもしれないけど、もう分かんないからな俺たちは。ゲーム上では、ね、全く分からん、うん。うん、まあね、うん、まあ、今後ダンジョンズ&ドラゴンズに関してはこういうゲームだよっていうのを知ってるという、まあちょっと自信はついたってことでいいのかな。う、ね、うん、専門用語だいぶ覚えた気がする。そうだね、欧米、うん、RPG 用語がやっぱ飛び交ってたから。そうだね、うん、だからあのテラゾンにさ、その教えてもらった映画とか見たわけよ、アウトローのホリーってやつ、うん、あれとかでさ、このゲームで聞いたさ知識とかさ、うん、あのモンスターとかが出てくるとやっぱテンション上がるもんね。テンション上がる上がる。ああ、なんだっけ、あの獣変身するやつ、鳥なんかよく変身してたやつ。変身？ああ、ディスプレイサービス。ああ、そう。ディスプレイサービス。ディスプレイサービスとか映画に出てきたとき、わあって。鳥なんかなんか分身しまくて戦ってやってみたい。楽しいですゲームですよ本当に。いやマジであの映画見てほしいわ。鳥なん見てないんでしょまだ。見てない。いやもうぜひ見てほしい、めっちゃ面白いよ。そっか、見ようかな、うん、今度。あれネットフリックスだっけ、アマプラで見れるんだっけ。アマプラ、うん、だからね、やっぱそういう風な世界観とかで映画にもなるってことは、やっぱ世界観がやっぱ海外の方だとある程度浸透してるからこそできるわけじゃん。うん、うん。うん。日本がそのマリオの映画作るみたいなもんじゃん。要するにさ。世界観がもともとある程度浸透してないと、そのゲームの世界観作るの映画。その映画だけね、単品で見ても
はってなっちゃうってことね。そうそうそう、うん、元ネタとか言われても全然わかんないっしょ。だってこの件も勉強しながらやんないとはって感じだったからな。まあね、それはそう、俺らにとってはその基礎知識がないから。そう、だって映画とかでもいきなりハーパーって単語出てくるけど、別に俺らそれ知らなかったらハーなんだろうなってしか思わないじゃん。あーハーパーねってなってるわけでしょ。そうそう、俺らはね、うん、俺は見たのにあーってなって、そこら辺とかがねやっぱ面白いから、やっぱ世界観としてやっぱ浸透はさっき言ったけどしてるんだと思う。ただこれだけでかいのをやると次に何をやるんだっていうところでもあるけど。いやもう編集しなくていいんだ。最後に思うことがそれ。結構大変だったからな、本当に。またレトロゲームやるか。俺ね、3人でできる。低いやつにしよう。3人でできるなんかいいやつがあるんですよ。何度が低い？編集難易度。編集難易度が。取ったもんそのままいけるぜ、これみたいな。そうそうそう。やり直しあんまりしたくないんですけど。戦闘やり直してるところ全部カットだからね、大体。戦闘長いところ本当長いからな。だって最後のところとかもうなんか参加人数おかしかったじゃん。意味わかんない。あれ海外だったぞ。後半になればなるほど編集が難しくなってくる戦闘システムやめろって。3、40分戦ってるところないんだから。だって上のラストバトルと思うとちょっと切りにくいしな。せっかく最後にいろんなやつ呼んで総力戦なんだけど、アイコンが多すぎるからさ、うん、出てるアイコンプラス27ってなんだよ。そうよ、ほんと。意味がわかんない。何人で戦ってんだ、これみたいな。40人近くで戦ってる気も。まあ、そこら辺とかがね、意外とでもそれでも、なんとかなるんだな、このゲームはな。あそこで援護してくれた仲間たちも、いっぱい本当はもっといるんだろうから、それも楽しみだな、うん、そのくらいだと。いや、でも、なんか、最後戦闘に参加してくれるのは自動的にマップ上に現れてくれるのかなと思ったら、こっちのアクション使って召喚しなきゃいけないんかいってなったけどな。あそこは結局全部呼び出せてねえし、テイムエイリンはとか、あの鋼の英兵は強かったから、まあまあまあ、ドラゴンが明確に使いづれえやついたから、ね、使ってみたかったけどな。あの直前のあそこに出てきてくれるだけでもさ、うん、確かに話ができるだけでもね。ね、ボーロとかバフかけてくれてたし、うん、あれかなり強いよね、バフも。っていうか、うん、なんだ、9本指のキーネ呼べねえのかよ。思った、なんであれ、なんか選抜メンバーだらけだったけど、やつしか出てこないの、うん、なんか微妙よね、これ辺。規格外からの攻撃みたいな強いやナイフだけ使ってくれよ。でよかったのに。しかも呼び出した9本指のやつらは大して強くないという事実。なんだったんだよ。ていうか、イザベルは召喚できねえのかよ。あ、いなかった。会話でしか出てきてね。なんだ、じゃあさ、まあ、でも戦って死なれても困るのかな。まあね。テイムエイリン。エイリンはなんか死んでも死ななさそうだけど、普通にイザベルは、イザベルは死にそう。イザベル。名前が。いやー。本当は、ハルシンとウィルと、あるし、ウィル。アスタリオン。誰だ？ゲイル。アスタリオン。アスタリオン。ゲイル。まあ一応ミンサラはもう仲間になるけど。あと、あの、人、カーラック。あの、カーラック。カーラック。これでも6人だな。5、6人だね。本当はいる仲間あと6人。あーすげえよ。6人パーティーメンバーがいないプレイ。そうだな。だから最初の、途中でちょっと話したけど、白いドラゴンボーンオリジンキャラクターとして存在してて、それを選ぶとまたそれも違うシナリオで遊べるみたいだから、ね、うんうん、ああ最近追加された、ダークアージね。ダークアージだ、うん、ダークアージで俺進めてるよ今。本当に、うん、序盤で結構衝撃的じゃなかった？結構衝撃的でした。へえ、皆さんの目で確かめてみてください。ぜひ楽しんでください。やっぱ全然見た目か、見た目とか種族とか変えれるから自分の好きな種族にもできるしね、うん、全然別に、ね、ドラゴンでやんなくてもいい。あれドラゴンボーンでなくてもいい？なくてもいいよ。あ、そうなんだ。ダークアージっていうあのキャラクターの属性だけが生き残るんだ。うん、へえ、悪人プレイね。まあでも悪人プレイがいくらでもできちゃうゲームだもんね。ゲームが歯止めはほとんどかけないからさ。勇気いるけどね、一周目でやるのは。
一瞬やばい。まあね。だから周回プレイ前提だとは思うよ。このゲームの作りでも。もうもう。うん。いやでもこのゲーム正直、なんかこう、髄まで喋ろうとしたら何年かかんのかな。1000時間じゃ足りないかもな。足りないかもな。でしょ。だって俺らがみんなで放浪しながら一周やって、何百時間かかってる。これ200時間くらいかかってる、うん、そうね。いろんなジョブ楽しむだけでも相当あるからな。そうだね。まだ俺も使ってないジョブあるな、全然。文句とか使ってみたいもん。文句は強かったよ、でも。強かった。ちゃんと使うと。うん、俺も一人のデータ使った。素でシナジーがね、ちゃんと組めれば。うん、そうそうそう。強そう、うん。レンジャーがむずいんだよな。なんかうまく弓キャラにできないというか。レンジャー俺ミンスクの使い方をやってたけど、うん、ミンスクは強かったけどね。ミンスクの使い方にするのが安定して強くて、うん、そのままミンスクに採用したけど、それ以外ってなると難しいかな。あと俺はドルイドがむずいと思う。ドルイドは単体じゃ成立しないな。あれもやばい、まあ、あれはあれでそういうキャラクターなのかもしれないけど。じゃあヘイラがね、あんまり強く扱えなかったもんね、俺たちも。うん、だからやっぱサポートジョブっていうか2ジョブ目何にするかみたいな。なんかソーサラもそんな感じなんだよね。ソーサラ単体だと微妙みたいな。開口戦をめっちゃ特化するっていうやり方もあるけどね。これそうそうね、まあ、ウォーロックとかソーサラを混ぜて、あの開口戦特化にして殴るみたいな。うん、組み合わせ前提のジョブはあるよね。ドルイドは本当難しい。あの組み合わせがあんまり合わないから、うん、単体にすると中途半端なくせに組み合わせも弱いっていうね。バーバリアンなんかバーバリアンだけでいいからね。サブジョブいらないらしいから、強いな、その気になれば、うん、一番強いのはやっぱあれみたいな、ローグとの組み合わせらしい。ああ、投げ物してって感じ。投げ物。パラディンもな、パラディンはパラディン自体が強かったから結局話せなかったのは悔しいな。神聖なる一撃が強すぎる。そうだな、まああれのおかげで何度助かったことか。そうだな、火力がやべえ。ダソートだったらもっと一旦に300、400くらい頑張れば出せちゃうもん、ね、そうだね。恐ろしい。多くだ、後半のボス全部あれで死んだからそうだ、ね、ラファエル以外はな。ラファエルは本当何もできなかった、うん、ラファエルだけは地獄だったな。だから火力が全く出せないから、ま、地獄。ちょ、雑魚敵まで全部後期ダメージに反射持ってっから本当に。あのポン縛りだったからな、あの、うん、どうしたらいいのか困ったもん。あれ戦ってて俺何すればいいの。だからいろいろと選択肢は考えたんだけどさ、うん、うん、でもやっぱもっと後期抵抗あるやついてもいいよな、あんだけ強いと。そうだね。あの1人2人は動画のさ、あの編集しててさ、マジでこれどういうことなのって思ったのがさ、ラファエルのさ戦闘 BGM がさ、そこまでの BGM と比べてもさ、マジで2倍ぐらいの音量になったの、あれ何なの。あれはどんだけでかくすんだよ BGM と思いながら聞いてた。ボリュームのオーディオの波形がやばいことになってたもん、ね、うん、これ音量設定ミスってるだけだろゲーム側がってなってた。あれでもなんかボーカルの声がそもそもでかいんだよね。めちゃめちゃラスボス戦の何倍もでかかった。うん、ほんとそう。目の前で歌ってんだろうな踊りながら。マグカっていうぐらいに BGM でかくて不可思議になってんのに歌ってるからバシバレるだろうコメントでおもろいな、うん、まあ、ゲームシステムはね本当にね、こう考えれば考えるほど面白いゲームなんだけど、うん、組み合わせ無限だからな。だから自由に楽しめるっていうか、だからもうなんか強い組み合わせを調べちゃうともったいないなとは思うな。それは、まあ、それはある、うんうん、確かに、うん、それ自分で発見できるするってのが楽しいかなとは思う。楽しい、うん、だから攻略サイトとか見てやるよりも、うん、自分で試行錯誤しながらそこにたどり着くのは面白いかなと思うけど、俺が考えた最強のみたいな、うん、全然最強じゃないそれを楽しむのがいいと思う、うん、気になるもんね。自分が最終的にやってたさ、うん、そのビルドがさ、うん、他の人が試してるのかどうかってちょっと俺は気になってる、うん、俺トリプルクラスにしたけどなんのかなこんなことみたいな。めっちゃ強いけどな、これ。強いんじゃないかな。俺も結構パラディン。パラディンと混ぜるなら何かなと思ったけど、バードになったもんな、やっぱ。スイカー攻撃って魔法、
いっぺんに使えるっていうのがね。アノポンのビルドがどんなものなのか理解したくて、アノポンのビルドっぽいやつをちょっと作ってやってみたりしたかも。そう、ね、ああこれは確かに強いわって思いながら、三ジョブありなんだとはちょっと思ったな。でもね、やるとね、もうパラデン2でいいのよ正直。うん、そうそうなんだよな。うん、いらん他は。残りはもう魔力上げて、あと汎用性高めていく方で全然よくて、うん、あれないと。だって例えばさ、鳥なんかあの宝物庫で鍵開けまくるみたいなことやった時あったじゃん。うんうん、ああいうのとかでバードの声援かけつつ会場魔法でいろいろと頑張ったりとか一切できないからさ。そうだね、探索に何の役にも立たなくなるから、パラディン例えばだけだと、まあ、探索楽しむビルドは全然あるよな。うん、なんか戦闘に役に立たないスキルいっぱいあるもんね。うん、何使うんだこれみたいな。なあ、足止め系とかね、あの魔法系とかはやってみたかったな。なんかタラドやってたじゃん、そのなんか水とさ雷で戦うとか凍らせるとかさ。ああ、うん、いいよね、ああいうねシナジー考えるの楽しいよね。そう、あれはやっぱ魔法だからこそだと思うんだよね。そうそう、うん、そうそう、氷魔法使い作りたいなとか、嵐魔法使いだったらこうすれば強くなれなとか、いろいろ考えられるのが魔法使いの楽しいところだったね。うん、揺らして雷、揺らして凍る、そう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 、うん、めっちゃ面白いことになったもんな。あの凍らせた後全員滑りまくるみたいな、つるん。うんうんうん、あれもね、だからなるべく敏捷セーブイングスローを不利になるような魔法使いつつ凍らせるとこけやすくなるなとか、いろいろ考えるのも楽しかったしね。うん、全然冷気光線だけでも使えたっていう、ゲームプレイ凍らせるだけでも、うん、ビルドとしてやっぱ面白いのはさ、そのなんかこう、うん、テラゾは魔法系でさ、俺はなんかこう、神聖なる地域メインにしたもう、近接系だったけどさ、トリナンは結構いろいろと試しまくってたじゃん。うん。あれがね、面白かったね。怖かった。なんか始まった。この話、するんだ。Thy face is gods. Thy actions barely worthy of the name. 上がマーク。Didst truly believe thy plan would succeed?Didst believe I would not notice. Thou sought to bolster thy strength by taking away the souls of mortals, but souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself.Fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Murgle, felled by mortals. その力を与えたのか、 I overestimated thee. まあ神としての格を与えたのがこの人たち。うん。渡しちゃってる。Vermin?Away. 大衆お前が渡さなきゃいいだろ。神々の世界のことね、我らって。多分神々側の目線で言ってんだよ、うん、おお、これどうなるんだ。ローディングを入った。ローディング、これローディングまで行ってないな。あ、ローディング行った。なるほど、なるほど。お、終わりました。マジで。あれ手前にバルダランドゾーンあったっけ。終わった。あったあった。メインタイトル戻ってきたね。なんでメインタイトルの絵を忘れとんの。忘れてるわ。いつもすぐ A ボタン押してたから、ね、終わりますか。終わりますか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回のソゲ部の、はい、活動にご期待ください。何しましょうかね。何しましょうかね。何しよっか。お、ちょうどいい時間じゃん。晩飯前。素晴らしい。はい。お疲れ様でした。さよなら。お疲れ様。お疲れ様でした。